早速試していきたいと思います。赤面がラザンタ R45 です。で、黒面が今テナジー05を貼っているので、ちょっとそちらと比較しながらやっていこうかなと思います。では、まず最初フォアでラザンタを打っていきます。感じなんですけど、それこそ少し力入りすぎてまっすぐボールに当たってしまった時に、ちょっと多分柔らかすぎるかなっていう感じがしたので、それでちょっとネットにかかりやすかったりしやすいかなっていう感じですね。でも全体的になんか弾道がなんか結構まっすぐ飛んでいくっていう感じがします。いけてますか？いけてるんじゃないですか？うん。この感じでどうします？ゼロ五。ゼロ五だったらどうなのかみたいな感じでしょ。そうやな。で、今のイメージ感で。はい。はい、なんかゼロ五で。じゃあ次はゼロ五でちょっと打っていきたいと思います。はい。感じたのは、ラザンターさんの方はなんか少し、シートで打ってるような感覚、やっぱりなんかシートで止まっちゃってるというか、なんかあんまりスポンジまで食い込んでないのかなっていう感じはします。で、なんかテナジーの方が、テナジーは逆になんかシートというかしっかり スポンジまで食い込んで飛んでってるかなっていう感じなので、だからなんかテナジーの方がちょっと弧を描いたボールが出やすいかなと思います。あはん、えあはんどうですか、じゃあバックでやってみる。じゃあ、はい、はい、じゃあ次ちょっとバックラザンタ試してみます。
構まあ感じ方ですね、そのシートで打ってる感じっていうのはあんまり変わらないかなとは思うんですけど、フォアよりも弧を描いたボールが出しやすいかなっていうイメージですね。なんか自分でしっかり緩いボール打ちたいときはしっかりキュッてかかってくれるし、強いボール打つときはなんかしっかり前にボール飛んでくれるので、なんかバックの方が扱いやすいんじゃないかなって少し感じました。ではちょっと次ゼロ号の方でバック打っていきたいと思います。少し自分の中では柔らかいかなと思うので、たまに当たり方が悪かったらそのぐにゃってなんかシートに持ってかれてしまっている感じがたまにあります。なんかゼロ号の方がなんかそこら辺なんか全てがまとまって、まあザ安定なのかなっていう感じ方ですね。でもやっぱり一発の威力とか、多分一発出したいっていうそのなんか一発で威力を求めるんだったらラザンターの方がいいかなとは思います。そんな感じです。